こんにちは、マイジャパニーズルームののみえと申します。今からルームツアー始めていきます。よろしくお願いします。私はワンキーに住んでおりまして、白、ベージュ、ブラウンを利用したナチュラルの配色を基調にしておりまして、ご覧の通りくすみグリーンでアクセントをつけております。生活感とスッキリ感のバランスをうまく取れてるお部屋にしたくて、ゴロリーンとしてても周りがごちゃごちゃしすぎなくて落ち着けるようなお部屋にしたかったんです。で、お部屋全体はこんな感じになります。テレビ台はお下がりなので、どこで購入したのかはよくわかんないんですけど、この子ちゃんこれは無印で購入したヘデラで、お名前はミセスワールドワイドですで、この子の横にソノスのビームのサウンドバーを置いてます。で、こちらはテレビの HMI 端子に突っ込むコンパクトサウンドバーであって、ここから小さいスピーカーやサブウーファーを追加していきながらホームシアターシステムを作っていくことができるんです。で、4万円ほどで Amazon でゲットしました。テレビの下には3 coins 購入した布の箱にゲームの道具などを保管してます。で、この上を見ていただくと、まあ、ちょこちょこと飾ってんですけれども、こちらは自分が作ったアートワークで、ドイツの北欧インテリアのインスタグラムで見かけたデザインを真似しようと思って作ったんですけど、どうですかね、ちょっと微妙ですかね。窓際の方には自分がもらったカードなどをマスキングテープで壁に貼っ付けてます。で、このど真ん中にはですね、何かを隠してるんですよ。何でしょうかね。じゃじゃーん、そうなんです、ゴルフ道具、掃除機、ヨガマットを隠してるんです。で、前はテレビの裏からキノコのようにポッコーンって突き出てたのがどうしても気になくて、ご覧の白いシーツを Amazon で購入してこんな風に隠してます。窓際の方はこんな風です。ある日新宿を歩き回ってて、タオル買いに無印に行ったら、このカーテンに一目惚れして買うざるを得なかったんです。都内に住んでらっしゃる方よくわかると思うんですけれども、お家がギュンギュンに建たれてるので日当たりの悪いお部屋がよくあったりします。なので、この白いレースカーテンから太陽の光が通ると、お部屋全体がパーッと明るくなっていいです。こちらはモンステラです。無印で5000円ほどで購入しました。植物をお部屋に置いておくと埃の量が 20% 以上減るとどこかで読んだので買ったのですが正直育て方もよくわかんないですし、お水を入れるのもよく忘れることが多いので長い気はしないでしょうねこちらのラグとサイドテーブル両方とも Amazon のものです。2500円ぐらいでゲットしました。このサイドテーブルの上はこんな感じです。これはずっと前おばあちゃんにもらったトトロの目覚まし時計で、この横に大好きなカリフォルニアの PF キャンドルを置いてます。それでは続いてベッドを紹介していきます。フレームは2万円ほどで購入した牢屋のもので、マットレスは少し厚みのある、硬めのニトリのマットレスです。それは7万円ぐらいでした。私はカリフォルニア育ちなので、向こうは土地が広くてお家も広いため使ってたベッドがダブルだったんですよ。で、あんなに広い場所で暮らしてると動きも大きくなり、狭いベッドで寝れなくなっちゃったんです。贅沢ですよね。ということで、我が家のベッドは SD です。本当はダブルが良かったんですが、お部屋が狭いもんで揺れながら採算しました。寝具の方は全て無印のものです。で、特にですね、このガーゼの、布団カバーとタオルケットがですね、ものすごく柔らかくて軽いんですよ。真面目に雲に抱きしめられるというような感じです。ぜひおすすめです。両方も5000円ぐらいでした。で、ベッドではよくパソコンでお仕事したりすることが多いので、日中で一番使うスペースです。そのため大好きなものを足して居心地のいい空間にしたかったんです。で、こちらに Amazon で購入したニットピローが
で、上を見ていただくとポスター2枚が見えます。左側の方がですね、特に大好きなスタジオパラディスさんが描いた絵で、こちらは850円ほどでエッチっていうウェブサイトでダウンロードしてからコンビニで印刷して、でそれから無印で買ったあのフレームに飾ってます。ぐにゃっとした曖昧な形になぜだかこだわるんですよ私。この絵で最も好きな空間はこちらです。実はこの壁 DIY なんですよ。自然に囲まれた北カリフォルニアで育ったため、くすみグリーンをイメージした空間をお部屋の中に作りたかったんですよ。ペンキは壁紙を本舗で購入して、壁紙の上から直接塗っていきました。で、ペンキの色はボタニカラシリーズの山桃です。で、またこちらにポスター飾ってます。なんか和風のお習字みたいな感じのようなものの上に美味しそうなみかんが乗っかってるのでお気に入りです。で、この下に緑のカラーボックスを重ねて、本やクローゼットに入りきらなかったものをここの中に隠してます。こんな感じです。ここに日本語の本や漫画を入れて、これは英語の本です。で、この下に原稿用紙など、自分の小説用の道具とか教科書も保管してます。で、この上にもちょこっと飾ってます。こちらにはオリーブキャンドルさんのボンボンキャンドルを飾ってまして、この横に PF キャンドルがまたありまして、この卵みたいなお顔ちゃんは H&M ホームのものです。で、その横にパンパスを飾ってます。あまりごちゃごちゃしすぎるのが好きじゃないので、この程度だとまあまあシンプルで生活感とスッキリ感のバランスを一応取れてるかなと思います。押し入れも DIY なんですよ。で、もともと茶色だったんですが、あの友達が酔っ払った状態でピンクのマジックペンで落書きしちゃったので、Amazon で白いペンキを買ってこんな風に塗りました。結局お部屋も明るくなってよかったですが、で、この中は大したことではないんですが、ここに Amazon で購入した突っ張り棒に服をかけて、この下に無印の透明の収納ボックスに、T シャツ、ズボン、冬服やあの浴衣などを収納してます。